子供さん。あ、子供、うん、子供の、うん、は、なんだ、引き換えました。やっぱり変わってますよね。そのイライラしない。イライラしなくなった。しない。全く。そうでしょ。どんな風に表現されてました。もうね、同じなんですよ、相手はね。はい、そうそう。はい、いつも一緒。自分の方が捉え方ですよね。変わった。そう。自分のやったら、今までやったら、やっぱりそうね、同じようなことを考えるのが、こう、イラッとか、ね。すぐ。こう、ね、この、ここを見なされるっていう、はい、なったんですけど、はい、またそれが、ならない。平常心。そう。心の余裕が出る、あのちょっとだけ余裕があるんですよ。だそれがあるから、もうほとんどのことはクワーッと進み込んでしまう。それ持ってるんですね。もともと持ってるんです。自分ももともと持ってるんです。でもやっぱりそれは好き嫌いという判断が、自分の意思と離れた部分でもう先にされてるような感じ。だそこをちょっとクッと進んだような感じ。だからもう全然自分としては何をしようということはないんだけど、何にもしなくても勝手に変わってるんですよ。そうですね、うん、また普段も同じなんですよ。同じ、そうそう、自分の中はね、自分の中では一緒。同じようなこと言われて、毎日ね、仕事のことで言われてるんですよ。なんか今まで本当にそれはね、何も思わないと思うんですよ。うん、何とも思わなかった。何とも思わないって、あ、すごいですよ、そこはね。そうそっか、ね、それがもうつながるストレスになって、そうそうそう、弱いところにダメージが出てくるんですけど、うん、それがない、ないね、出ない。ちょうど1週間だね、今日で1週間。そうなんです。あ、私はね、いや、あの人は昨日、だから昨日、火曜日から始まってるんです。いや、じゃあ月曜日の晩から始まってるんです。そうです、そうです。だから月曜日の晩で終わるんですよ、昨日ね、ちょっと。だから2週間なんです、それが。あの人がまだ夏続くの。そう、まだあの言うてました。すぐで来月に21日に相手と変わるって言われて。ああ、そうじゃないし、変わってきてるんだけど、うん、相手はもう何も別に、あ、何もそのアプローチはされてないんだけど、うん、相手もこっち側の態度が変わってるから、それはちょっとずつ気づくんです。気づくんですかね。今は気づいてないと思う、多分。うん、今までね、ものすごく変わった。お話をもともとしはる人なのか、ちょっとまだ1年経ってないんですけど、ね、うん、その方でやるの、うん、お話はあんまりもともとがしはるのかどうか知らないんですけど、まあよくしゃべる、この辺知ってる、最近になった相手がですよ。あ、はいはいはい、自分はもうもともとおしゃべりとかよくしゃべるんですけど、まあ、気遣いながらやから、はい、なかなかしゃべりもちょっとね、気遣うながらやから、はい、なんかお話もちょっといいんですけど、相手はすごい喋ったら喋ってくるんです。あ、そう、はあ、それがなんかちょっと煩わしい。いや、煩わしくない。なんで、いや、やっぱ喋るのかなって。そういや、変わってくるんですよ。だからこちら側に対急ですよ、そのだからそこからすぐですよ、次の日ですよ。そうですよ、だから変わって本人が変わってるから、全然喋ってきてねって言うから、なんかそれもまた次の日もまた喋る、また喋る、うん、そない変わります。変わるそれはすごいびっくりします。いや、だからこちら側の態度は変わって、こちら側の気持ちも何もかも変わってしまってるから、それを受けた相手絶対変わるんですよ。だからひょっとしたら相手はその喋るのが本当やったかも分からへんけど、まあ、知らないけど、どちらにしてもすごいフランクに喋ってくれますよ。そこは本当に新たな経験ですよね。びっくりしました。それだけ聞かせてもらって、ちょっとそれ聞きたかったです。そうなんです。いや、もうそれはもうね、すぐ今なんか、そう、うん、また変化あったら、また子供もね、はい、来ますって言いました。ああ、また子供が聞かせてしまいます。もうこの状態は続けばね、続く、いや、いいなっていう。いや、よかったら、もう自分でちょっとでも嫌やと思ったら、もうそのほっといたら、勝手に消えてみます。また元に大体戻ります。ほとんど、もう 100% に近いぐらい元に戻る。100% ぐらいかな、まあ言うてもいいぐらい。元に戻ります。でも自分は余韻があるんですよ。その時あった言葉とか、話してる言葉とか、話してる感覚とかの余韻があるから、今喋ってることが前とは全然違うっていうのは分かるの、自分で。その時に、本人はどう気づくか分からへんけど、そっちに直そうとは思うか分からへん。
元に、はいはい、こうやって意識的にやったことに方に戻そうとしてるからです。それは分かりませんけど、それは本人がやってることですから、うん、だからまあまあそれはそれは本人がもう勝手に決めることやから別に構わないけど、でもまあ何も支障なかったら済んでる。世の中はうまいこといきます。確かに絶対に誰と誰、それは誰とって言うんですよ。まあ、その方が特定でね、今はね今は他は別にそんなに気にならないさ、ね、そうそうそう、最初からやっぱりね、あ、新入社員がいるとね、うん、そうそうそう、うまくやれない、まあ、言うたら、もうワンツーマンですからね、はい、そういう人しか言ってない、はい、で、まあ一人は言っていますけど、まあね、でもその人も、もしかね、今やってる、今言ってる人はこの人の話なんですよ。これ以外に言っとったとしても、その人でも対応を変えますよ。全部変わりますよ。まあ、まだ、まあ、今は聞いてない。気づいてないと思うんですよ。多分聞いてない。その人しか聞いてない。バーってなってるから。うん、そうですよ。そっちが気になってしゃあないみたいな。でしょうね。あ、まあまあ、これから先ずっと変わります。同じ言葉でも浴びせされて、もうやっぱきつい言葉でね。今までだったら、捉え方ですね。捉え方。違うのか。そうです。すごいなんか、なんか、真剣に聞いてるか聞いてないか。わからない感じです。わからんぐらいの。うん。楽しそうだと思います。ここで今何みたいな。ね。あ、別にそれはあの流さなあかんとか流して聞くことは聞いてちゃんと、ね、で心止めるものを止めて、そうです、そのまま飛ばしてしまうことは飛ばして、それがそのメリハリがパン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 かけてできますかね、うん、だから人間関係は楽です、これから、そうだね、楽です、もう間違いなしで楽です。みんな、ね、みんなそれをした人はめちゃくちゃ人間関係が楽です。めっちゃ楽だって気持ちにすごい正直にやってない、その気持ちが変わってしまうから、そう言いました。まあまあまあ、そういうことです。